なんか波の音を聞きながら、あと海の匂いとか嗅ぎながらゆったりするのってめっちゃいいよね。靴下まで脱いどるやん、どんだけ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見に出発。このまま眠りにつこうかな。眠ります。めっちゃなんかあれじゃない、ハイジン出てくるクララみたいな格好じゃない。はい、チョコレートに到着。あれは旗は一体何が書かれとんやろ。さあ目を開けてくださいな。あなたは今チョコレートという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時にはこちらのベッドにもう一度横になってくださいますね。それでは都のチョコレートをご堪能くださいます。この〇〇島っていうのとなんかきっちり組み合わせて名前作ってる人結構おるよね。これは花の生えたリンゴ、花の生えたそういうこと。全然違ってたらどうしよう一応このチョコレートはあのイタリアの田舎町をイメージして作った島だそうです。なんか同じような服着とるね、私と全然違う初めて会うよね。チョコレートへようこそ。夢のような一時を過ごしていってね。ガオガオ、かわよい。みんなこのシンプルなパネルをすごいうまく使っとるなと思うんだ。え、食い込んでる、ちょっと若干食い込んでいる。多分ね、あのマイルドとかがめっちゃ書ける人やったらシンプルなパネルでいくらでも世界が広がるんだろうなぁと。落ち葉がすごいいい感じね、こういうちょっとしたところも私は本当にマイル座に一切頼らず作っていくぐらいしかできないので。てか庭にこういう遊具あるのっていいね。お金持ちやきっと。あ、そっか、普通に今乗る気満々やった。乗れんわな、この家具なぜ乗る気満々だったのか私は。あ、ここもしかしてたぬき商店、たぬき商店やった。あれ、ここのかぼちゃって顔あったんやっけ。ん、あったっけ。なんか私の島にあったかぼちゃ顔なかった気がしたんやけど、気のせいかな気のせいかしら。あ、この奥は果樹園、いいね。ここでちょっとまあ休憩がてら自分で収穫した果物を食べると。あ、てかちゃんとあれなんやね、この島にある果物の盛り合わせなんやね。こっちはちょっとしたお店、お店ではないんか、作業しよんか。あ、これ自分の休憩中に食べるパンとかかな。ね、ピクニックのセットみたいな感じになっとるけん、きっとそうや。ん？こっちにも何かがあるんですか？はぁ、地形すらもうまく変えられない私。こういうちっちゃい川めっちゃいい。なんか小さい頃こういうちっちゃい川みたいなとこにさ、めっちゃうようよ虫がおってそれを沈めて遊びよったような気がするひどい遊び方。お、やっほー。なんかこうやってあれなんやね、花みたいにびっしり雑草が、雑草とは思えん。ようこそチョコレートへ。君とは初めましてかな。いい目見れるといいね。好き。ふう、告白結構なんか愛の告白をしてくるキャラクターいっぱいおるけど、多分まあ島を作った人が推してるキャラなんだろうなっていうのはめっちゃ思うよ。これすごいねここで絵を描いてるのね、自然の絵。いいっすね。お、びっくりした、何かと思った一瞬そう、やっぱ秋とかになったらね、松ぼっくりとかどんぐりとかもいろいろ落ちてくるけん、それをそのまま飾っとるっていうのもあるよね。ちょい待ってね。はい、こっち側。そしてみんなめっちゃこう自分家の庭先に休めるスペースを。いいね。あ、見て、ピアノまであるやん、外に。イエーイ。あ、間違えた毎回このめっちゃ小刻みに動くあれがすごく気になる。お、見て、ここで
本読むの、ここで。なるほど。ゆったりゆったりと。なんかこういうさ、奥まったところ、こういう木とかあって、表からははっきり見えんねやけど、なんか入ったらこういう空間があるみたいなのすごい好き。小学生の時からね、めっちゃこういう秘密基地的なものが好きなんよね。男子かって感じやけど。はい、それじゃあ、お邪魔します。お、ほら、やっぱり。ね、ほら、やっぱり、純くん推しなのね。なるほど。私、未だに、一人も写真をもらっていない。なんてこと。これさ、みんなさ、やっぱりなんか何、何こう、同じようなさ、系統の色で揃えるやん。これってやっぱりもともと、自分の島で出る家具の色がこういう系統やけん、そっち方面で揃えようかな、みたいな感じなんかな。うちの島なんかパステルチックなの多いよ。お、左の部屋は、なんか、子供もここに遊びに来るのね。え、なにこれ？見て、床、ラグが。地図や地図。宝の地図ですか？これどっち向き？こっち向きか。これってこの島と同じとかじゃないよね。あ、島の地図。中では見えなかったわ。もし同じやったとしたらね、何気にちょっとここ行ってみたいよね。この罰印がある場所。なんかこういう貴重な本とかいっぱい置いてそうやのに、子供用のおもちゃがあるあたりも、めっちゃ子供可愛がってそう。ね。こういうおもちゃがあるような子供ってなんかすごいいたじらしそうやん。偏見かもしれんけど。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥は、キッチン。やっぱこういうなんか向こうから見えるのいいよね。いいっすね。あ、上に置いてある。で、レコード。全体的にすごい落ち着いた綺麗めな感じの家具が多い。見て、ビンタくん。あ、びっくりした、なんかと思った。ベンチなのね。え、これ真ん中の部分に座れるん？マジで絶対お尻痛い感じやん、これ。やばくない？コースは撮ったらなんかめっちゃ普通に見えるけどさ。まさかこれ真ん中座れると思わんよね。え？三人掛け？まさかの三人掛け？無理やりすぎるやろ。はい、そして、右側の部屋へ。お、お風呂や。おしゃれすぎん？え、お風呂おしゃれすぎん？絶対私はくつろげない気がする。見て、石？すごい。露天風呂とかにあるやつやない。すごいっすね。やばいな、こういうおしゃれなお風呂。私は、ものすごくものすごく庶民的なお風呂で大満足してしまうわ。はい、それじゃあ、2階へ。お。お。2階もなんか綺麗げな感じ。これいつも思うんやけどさ、靴下もう片方ってどこ行ったん？いや、なんか2枚重ねとんかな？ 1 枚だけなような気がしてならないんだけども。これは？シベリアさん？めっちゃ取ろうとするやつ、服を。ん？見えない。見えないんすか、これ。は、読めない。読めないわ。どうして？なぜなの？あ、なんかさ、なんて言うん。こういうパジャマ着てそう。こういう部屋に住んでる女子。なんかそんな感じする。なんとなく、綺麗な感じ。このモビールって何種類あるんやろうね。私もなんか手元だけで3種類ぐらいあるんやけど。え、でもどうなんやろ、なんか男の子でも女の子でも行けそうな感じの部屋。ね、そんな感じするよね。そしてなんかきっちりきっちりさっきからね、部屋にね、スイッチがちゃんと置かれてあるんよね。そういうところは現実的。はい、そして地下へ。おー、地下。めっちゃ緑に溢れた感じ。いいね。リフレッシュや。ツヤツヤになりそう、なんか。なんかあの、新鮮な空気がめちゃくちゃ漂ってそうな感じ。何あれ？梅？の木かな？
すごい、あんな感じのも売りよんや。へぇー。全体的にこれの一番上にレコードを置いとるタイプが多いんかな？あ、ここで軽くコーヒーを楽しむだけのスペースはきっちりあるんやね。なるほど、なるほど。やっぱくつろげる空間って大事よね。いや、一人になれるって大事だと思う。うん。はい、お邪魔しましたー。ふぅ。ここがね、一応まあ田舎エリアの島民代表さんのお家ということで。いいね。この絵さっきの家にもめっちゃ飾られとった。何の絵なんやろ？何かしら植物ということだけはわかるんだけども。ざっくりすぎる。はい、そしてこの辺が、港町。え、すごい。ガシオさんとかがおるってことかな。え、超オシャレなんですけど。やば。いいね、いいね、いいね。こういうところで。なんか朝とかさ、こう本を読みながら、コーヒーを楽しむ。そんなオシャレな生活私にはないけれど。ここは骨董品とか扱ってる感じ？え、ここは何？路上で演奏しよる？っていうことかな？これ何？廃材とかかな？そしてここは、なんかめっちゃこじんまりとした感じやけど、イタリアンのお店ってこと？すごい。なんか常連さん御用達みたいな感じかな。そしてここが、プライベートビーチ。良き。ディレクターズチェア。ディレクターズチェアってあんな字書いとったっけ？はい、そして、ふぅ、ビーチー。これも浮き輪かと思った。すごいリースみたいなの書いとる。そしてここで、のんびりと、落ち着いて、あれやね。島の至るところでみんな、お茶やコーヒーをするわけですね。お茶やコーヒーをするってちょっと意味わからんけど。あ、こっちではフルーツジュースも飲めるよ。あ、え？この椅子ってさ、一番上にね、笛とか置いとったん。初めて知ったんやけど今。私も自分とこの島の海岸にさ、あの椅子置いとるけど、今初めて知った。全部に置いとんかな。はい、そして、おー、ここもすごくおしゃれだわ。みんな区画の作り方がすごいうまいな。めっちゃレモン。え、これ食器とかも全部レモンやん、すご。マイレザ？ということか？あ、多分そうやね。これもレモンやし。すごい、レモン大好きやん。レモン爽やかでいいよね。なかなかこう食べるとかいうことはないけど。そして街の至る、お！至るところに絵が飾られてあるのもおしゃれなんよね。今んとこ本物しか買ってないけど、私。のんびりー。のんびりー過ごすの。いいね。よき。そしてなんかすごい、可愛くてゆったり過ごせる感じの、この島。この楽器床に置いとるのすごい好きなんよね。わかる？わかる？小説がめちゃくちゃ積み重ねられている。ここでもコーヒーを楽しむらしい。はい、そして、あ、こっちの方にも。なんかちょっとした感じで、ちょっとした感じでこういうさ、なんか、まあ、意味あるんかもしれんけど、なんか意味もなくめっちゃなんかこういろいろ遠くみたいなのが思いつかんねえよね、私。良きっすな。これあれやっけ？え、釣り大会でもらえるやつ？かな？え、違う？違う？私、こういう系統の何にも持ってないんやけど。ねえ、私この紐のさ、人の島行った時必ずと言っていいぐらい見かけるんやけど、一回も手に入れたことがないよ。あ、なるほどね。なんか海岸沿いにこういう感じで置くのもありだな。今のところ私、マミーさんの家の前に置いておいて、で、なんか常に水が出る状態なんやけど。なるほど。スコップで、砂のお城を。めっちゃ重いんやけどさ、こんだけ完璧に砂のお城作れるってどういう感じなんやろ。あ、てかすごい、下の砂と同じやね、色が。私んとこの砂の城全然色違うんやけど。なんか、どこから持ってきたんすか？その砂、みたいな。
完璧にそんな感じ。こういうのって絶対型がいることない？技術必要そうだな。うわぁ。夜になったらここで星眺めるんかな。風子ちゃんとか喜びそう。あの鳥はお仲間さんですか？夜まで一緒に寄ってくれるんかな。あ、そしてビーチカフェ。めっちゃオシャレ。アロマキャンドルをこういう感じで。アロマキャンドル私多分一個も持ってなかったんかな。持っとったっけ？覚えてないや。かわいいクマちゃん。未だにクマちゃんの名前を全然覚えられない。なんかナミちゃんがおったのは覚えとる。友達と同じ名前なんよね。知らんがなって感じやけど。あ、この風景めっちゃ外国っぽい感じ。てか、川に、ああいう橋？川じゃないとかきれんけど。ああいう橋ってなんかちょっとヨーロッパ感あることない？ね。このレンガの橋。良き。お、ここは？ここはなんかちょっとした、カフェなんかな？なんか遊びも楽しめるって感じ。やっぱみんなこういうのマイルズで買い取るけどさ、ラグを敷けるようにしてくれたら、私みたいな、マイルザが全然作れない人間でも、もうちょっと幅が広がると思うの。まさかラグを敷けないと思わんけんさ、びっくりよね。超びっくりよね。ここもコーヒーが楽しめる。あれやな。島の人全員コーヒー大好きやな。私はフルーツジュースぐらいしか楽しめんような。誰か落とし物しとるよ。ローランの引き換え券。大変。引き換えないと。お、そしてここは、読書スペースですか？こういうのすごいいいんよね。ただ私は、こういうスペースをすごい作りたいと思いつつ、本棚を持っていないという。そうなんよね。本棚持ってないんよね。なんか壁はあった気がするんやけど、あの壁紙とかもシンプルなパネルに使えるようにしてもらえたらめちゃくちゃ幅が広がりそう。ランドリー！洗濯。コインランドリー的な感じかな。コインは使うん？どういうことって感じやけど。まあ、ここが一応ランドリースペース。いいっすね。あ、これはなんか、ちょっと、ほつれた部分直したりとか、ボタンが外れたのを直したりとかする感じかな。いいね。ささっと。セルフで使える感じ。よき。こっちの橋を渡りまして、え、すごい。この辺はなんか、メイン広場やね。メインストリート。いいな、こういう感じの広場めっちゃ綺麗。私もあの、たぬき商店と、エイブルシスターズがある前のあたりを、こういう感じにしたいなと思いつつ、え、これもともとある地面のデザイン？めっちゃ綺麗にできるやん。超綺麗にできるん。こういう感じ、いいな。いいな。なんだこれ。確かになんか外国ってこういう感じの広場結構ある気がする。そしてこういうのはあれなんかな、やっぱ、私的には日本もそこまでと思わんねえけど、でもなんか外国の人ってめっちゃなんか日本綺麗って言うやん。ゴミ箱がないのに日本綺麗みたいな。外国やけんなんかこういうゴミがちょいちょい落ちとる感じに見せとんかな。かわいい。あ、これ、上に物を置けるんや。なるほどね。そして、ここはケーキ屋さん？え、めっちゃかわいい、この一番左のケーキ。花が入っとん。え、いいっすね。おしゃれっすね。え、てかもう全然あれよ。イタリアの田舎をイメージして作ったって、書いとったけど。全然田舎じゃないよ。超都会よ。いや、超都会はもっと都会かな。わからんけど。もうなんかすごいおしゃれやもん。やっぱ外国って田舎でもおしゃれなんかな。いいな。あ、ウェルカム、こんなところに。すごい。かっこいいね。黒バラが周りにあるし。なるほど、ウェルカムで入ってきたらここに広場かってことやね。やっぱあれよ、みんな、夢見ができると思ってなかったけんさ。ちょっと出発点が違うんよね。飛行場か、広場か。ここでゆったりと、あ、日傘？あれよ、最近さ、
あの、小学生とかも、学校の登下校で日傘 OK になってるところとかが結構あるって。それと別にね、なんか、日傘禁止みたいなのもあるっぽいけど。え、でも命に関わることやけに、そこは OK していただきたいよね。あ、これ椅子の上にも置けるんやね。なるほど。ビーチボールも上に置けるん、マジで？いいね、本物のスイカに見立てれるやん。美味しそう。よっき。この間私動画外でさ、マミーさんが浜辺に置いてあるビーチボールで、なんか遊びやるの見たんやけど、ちゃんと外に置いてある家具も使うのねってちょっとびっくりした。ね、ここどこから入る？こっからか。なんと書いてあるんすか？ガーデンショップ、花屋さん？花、あ、花もまああそこにあるか。植物、あ、なるほど。ここに、花畑もあるのね。小さいお花畑。よき。やっぱこういう車のやつってお店屋さんとかで使うのが多いんかな。結局未だに使っていないやつ。あるはあるんだけども。このちょっと奥まった空間。ここは、郵便局。外国の郵便局ってこういう感じなんかな。かっこいい。なんかもう何もかもかっこいいよね。いや、日本のね、あの、和な感じの空気もすごい好きなんやけど、なんか、あれやん、映画とか見よってもめっちゃ思うもん。かっこいいなぁと、ちょっとしたことがね。羽ペンとか使ったことないもんな。どうやって使うんって感じ、なんか。すぐかすれて書けんくなりそう。ん、こっち側も。ビーチでみんなくつろぐんすね。でもなんか、海自体には入らんくっても、なにこれ、ちょっと花がある空間、ちょっと好き。ちょっと好き。これなんか海に直接入らんくっても、なんか波の音を聞きながら、あと海の匂いとか、嗅ぎながらゆったりするのってめっちゃいいよね。靴下まで脱いどるやん、どんだけ。え、なに、何があったの？なぜそこで靴下を。え、かわいい、なにこれ。あれかな？あ、でもこれはあれか。オレンジを切ろうとしようかな。釣りたての魚をさばくんかなって思ったけど、そういうことじゃないか。え、でもほら、ここでさ、釣りしよるけん。あ、でもそれはここで焼くのか？あ、ほらほら、ここにも包丁とかあるけんね。やっぱ釣って速攻その場でさばいて食べると。私、魚さばいたことないんやけど。何？もう、さばかれた状態でさ、パックに入っとるやつじゃないと無理かな。どうも。ルン。ちょっと身長高いっすね。若干身長高いっすね。あれかな、ドレスによるんかな。多分そういう感じな気がする。なんかポケモリでも、ああいう感じの服着とるときってちょっと身長高かったもん。じゃないとキャラクターによって身長差あったりとかせんよね。おー、いいね。ここから見える景色という感じなんかな。アーティスティックな方が多いわ。良きっすな。あの人の家はどこにあるの？ちょ。入れんかった。こっちから入れんかった。ん？ということは、あっちに入るのはどこからでしょうか。あ、ここにキャンプ場ある。見て、上に上がったらここにキャンプ場。みんなキャンプ場充実しすぎじゃない？めっちゃ思うんやけどさ、すごい、そんな充実したキャンプ場あるっていうぐらい家具が充実しとんやけど。いやでも最近ってそんなもんなんかな？なんかキャンプってすごい寂しいイメージがあるんやけど。あれ？あ、こっちから行ける。右側行ってないけんね。お、この辺、え？ここあれか。果樹園のとこや。果樹園だ、果樹園だ。なるほど。そういうことね。あれ？なんか二人家あったじゃない。二人おったけど。え？もう一人の方は？家行ってないよね。ちょ、なんか上の方にあるやん。どこ？どこから行くの？こっちか。え、レモンのあたり？え、ここ来てない。博物館前や。やっぱ博物館前には噴水置くよね。お、なにあれ？なんかあっこで授業しよる？え、どういう状態？なんかあっこで授業が行われよるよ。これは動物の家やね。ちょ。
動物の授業かな。あ、これた。なるほど、こういう静かなところでちょっと見聞を深めるというか。何を見てるの？え、もしかしてこれで黒板を見る感じ？そんな離れてないか。普通に陸続きやったし。おお、なんかの研究が行われよる、ここで。すごい。やっぱ静かな場所の方が研究に没頭できる感じっすか。素晴らしいね。じゃあすぐ横に滝あったけど。素晴らしいねって言ってすぐになんかザーって音が聞こえたけど。え、ここは入れなかった。こっちね。なるほど。あ、で、そうそう、ここを通って、で、ここがここじゃなかった。あれ、ここでもなくって、あ、そっか、この先をちょっと、越えていきまして、ここが一軒目やったんよね。で、その次の家が、なんかこ、あ、この、あ、レモンのとこ、やっぱり。ぽいよね。アイテム欄じゃねえわ。私は今一体どこに？あ、出てこれた。埋もれた。めっちゃびっくりした。あ、レモンのところって人のところなのか。なるほど。普通に動物の家かと思ってしまった。あ、なるほど。ここ人の家やんね。なるほど、なるほど。お邪魔しまーす。ここはね、一応外、レストランということで、この中もそうなんかな。え、ここはロビーってこと？一応メニューとか置いてあるけど、食べ物食べる場所とかはないよね。ここで頼んで、外で食べる感じ？あ、左の部屋はまだだったわ。これからって感じかな。みんな外から作っていきよんかな。ぽいね。中はお泊まりできる感じなんかな。ホテルみたいな。ってことは、外は、まあ、ホテルのレストランっていうことか。お、なんかあれよね、こうなんか作りうる過程というか、そういうところを見たら、みんななんかすごい、そういう順番で作っていきよるんかっていうのが、びっくりするよね。でも確かに、あれだよね、外にいろいろ物が置けるようになったけん、外に力を、入れとる人は多い気がする。私は全然力入れれてないけどな。ね、これ外の部分が、まあ、レストラン食べるところってことかなと思う。みんな外堀から埋めていく感じなんね。そして、2階から作っていくという。なるほど。私はとりあえず、1階部分すべて、っていう感じかな。全然綺麗じゃないけど。自分の中では、まあ、家はなんとなく完成しているような。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。思ったけどさ、飛び盛りの時に比べて、みんな自分の家と全然違うところをすごい遠くまで移動するんやね。全然なんか近く探しても家ないけんびっくりするんやけど。